だからまあ大喜利に近い感じ。大喜利、はい、トップ就活チャンネル。はい、どうも皆さんこんにちは。特集のおさです。さすけです。このチャンネルでは人生の選択肢をお届けするをテーマにお役立ち情報を配信しています。チャンネル登録、ベルマークのクリックをよろしくお願いします。お願いします。というわけで本日もですね、さすけさん、はい、スペシャルゲストをお呼びしておりますよ。はい、はい、東京理科大学から博報堂に入られて今は独立起業されてらっしゃる、お名前は南と申します。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回ですね、はい、就活の軸、はい、みたいなね、当時学生の時の、まあ、思いみたいなものを表現、うん、本音と建前に分けてお話しいただきましたが、うん、本日は何でしょうか。はい、はい、みんな知りたいと思います。南さん博報堂行かれてたんで、博報堂の選考突破の秘訣、はい、これ聞いていきたいと思います。聞きたい。ありがとうございます。みんな入りたい。入りたい。みんな入りたい。本当だよね。我々、ね、総合商社に入ったんですけど、広告代理店の世界を経験したい、うん、見てみたいっていう思いは、ね、僕もその学生時代そうでした、ね、あるんで、うん、どうやったら入れるか、うん、そのあたりね、教えてくださいよ。うん、いや、ありがとうございます。ES から始まるのかな、じゃあ。そうですね。ES はまあどういった対策というか、まあ、どういった問題とか、はい、どんな感じで、ひたすら人に見てもらっていました。うんうん、やっぱり読み手が、あ、こういう人好きだなっていう、なんとなく好きだなって思ってもらう部分とか、ね、うんうん、はい、もあったんで、なるべくその運の要素を潰したいなと思って、うんうん、いろんな人、いろんなタイプの人、大人しそうな人だったり、うんうん、熱心な人だったり、うんうん、いろんなタイプの人にもう見せまくりました。社員さん、実際にリアルな社員さんですね。なるほど。社員さんに見せまくって、なおかつあとは同世代で尊敬している同年代の友人にもう見せまくって、うんうん、でいろんな意見をもらって、うんうん、あ、こういう意見もあるんだな、こういう意見もあるんだな、この人はいいと思ってるけど、うんうん、この人は悪いと思ってるんだなっていう、うんうんうん、もしこの文章を読んで悪いと思った人に対しては、じゃあ面接ではこういうふうに補足しようとか、うんうんうん、こういうタイプの人にはこうしようとか、そのケース分けをしてました。あ、じゃあかなり具体的に、じゃあその行間じゃないけども、この文章に対してこういうこと聞かれるだろうっていう引き出しのとこも全部この、そうです。ES の対策をしながらもうストックしてた。ストックしてました。なるほどなるほど。それは OB 訪問を通じて、 OB 訪問をひたすらしまくりまして、100人したというわけ。100人しました。なるほど。一人その大学の先輩とかを見つけて、うんうん、そこから呪術つなぎ的に。そうですそうです。あとは、まあ、ビジネスコンテストにアドバイザーみたいな感じで社員さんが何人かいらっしゃったので、うん、はいはい、もう全員と挨拶して、うん、はいはい、まあ、Facebook もあったら Facebook つながったりとか、うんうんうん、メールをひたすら送ったりとか、うんうんうん、で Twitter もあったので Twitter で DM 送ったりとか、なるほど、ね、して、もうひたすらお願いをしまくってました。うん、お願いしますと、本当に僕は本気ですっていう話をしてひたすらお願いし続ける。ちなみに ES ってどんな内容を書くのか。その学生時代頑張ったことと、まあ、将来やりたいことってシンプルにやって、うん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 、で僕らの時は A4 に白紙があって、はいはい、世の中に流行を生み出すプランを考えてくださいっていう。広告っぽい。勝者じゃちょっとありえない。え、だからまあ大喜利に近い感じ。大喜利。それをじゃあ OB 訪問で自分が書いたものを見てもらって、ビデオが。そうですそう。それって結局何を書いたんですか。うん、これは長くなるな、これは。まあテクニックとして架空の話じゃなくて、実際僕が取り組んでた内容を話したんですよ。うん、あ、なるほど。だから実際自己 PR にもなってるっていう。うん、っていうテクニックをちょっと使ったんですけど、うん、はいはいはい、僕渋谷の街にのポイ捨て問題を解決したいと思ったんですよ。それ本当にゴミがめちゃくちゃ多くかって、うんうんうん、嫌だったんで、うん、みんながゴミを自ら拾って自ら入れたくなるような面白くゴミ箱を作れば自然とポイ捨て問題解決するんじゃないかと思って、うん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 、でそのモヤイズをモチーフにして黒ひげ危機一発みたいな形をした、それが剣じゃなくて缶を入れる形にしたものを作ったんですよ、渋谷に。はい、面白い。じゃあマークシティに。それがヤフーニュースのタイトルしたんですけど、っていう実績があった上で、はい、渋谷のモヤイ像を流行らせますっていうことです。あ、モヤウっていう、実はモヤイ像ってモアイ像じゃなくてモヤイなんで、うんうん、モヤウって実はみんなが協力して作り、協力するっていう意味があるんですよ。モヤウ、モヤウ。動詞なんですよ、モヤウっていう。で、それでみんなが協力し合う街を渋谷っていうのをアピールしていくような日本社会にしたいっていう。で、裏では実はこういう成果があったっていう。はい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 。だからなんか架空の話し方と思いきや、実は自己 PR、 自分の武器のアピールにもつながってるっていう構造にしました。それはテクニックの一つ、ね、やりながらとも、ね、100人に見せながらいろんなもの持ってったんですよ。いろんなもの持ってってボコボコにされてる中で、だん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 研ぎ澄まされていったので、うん、とにかく人に見せまくるっていうのが良かったのかなっていうふうに、うん、いきなり正解出たタイプで、うんうんうん、そのご自身で渋谷のゴミ箱、はい、黒ひげ危機一髪的なものを作ったのは、どんなきっかけがあったんですか。博報堂の結構上の高齢の方が主催するワークショップがあって、うん、そのワークショップで僕がプレゼンしたんですよ。このアイディアやりませんかって、うんうんうん、それが採用となって、はい、やろうよってなって、じゃあとりあえず東急の人紹介するから、あとよろしくっていう感じ言われて、うん、でよろしくか、やるしかないなってなって、東急の人とひたすら話をした20歳の時代。そういうユニークな経験を持たれてるのが結構南さんの今の特徴かなと思うんですけど、うん、
その原体験みたいなものを仮に今見てらっしゃる学生の方、はい、まだ持ってないと、はい、あれ俺何も武器持ってないんだけど大丈夫かなって今不安になってると思ってそれをじゃあ再現性のある形 で、ね、どうやったら彼らも似たような経験ができるのか。やっぱり僕がその夏のインターン落ちたのが結構大きかったんですよね、はい、本当に悔しかったんですよ。もう本当に悔しくて悔しくてしょうがなくて、うんうん、だからもう社員さんにも会いまくったし、何か実績を残さないとまずいなと思ったので、うんうん、分かりやすい実績を残そうと思ってそういう取り組んだし、だから悔しい思いをしないと多分何もできないと思います、うんうん、なのでどうしたらいいんだろうな。でも実績が必要だってことに気づいたと。そうです、そうです、それで実際に実績を作りに行くためにそれをやったんだ。そうです、そうです、うん、じゃあやっぱりそういう思考を持って意識的に動かないと結構きつかったりしますか。そうです、そうです。選択肢は多分ビジコンとかいろいろインターンとかあると思うけど、まあ、そういったところで実績作りにチャレンジしに行く結果、まあ、挫折すれば挫折したりそれだけでまたこの跳ねるための素地ができるとか、面白いことができる、悔しい思いをいかにするかっていう、いい挑戦して悔しい思いをするっていうのがを何回できるかっていう、すごい何回できるかとどのくらいの深さで悔しい思いができるかっていうのが一番大事かな。それを ES でうまいこと表現できたと。そうですね、うんうん、だっていろんな人に見てもらえて、このだからどんなタイプの人ができて もう自信があったんですよ。トップ就活チャンネル、あ、 ES だともう一個まず工夫点があって、はいはいはい、やっぱいろんな人見せていく中で、つまんないって言われること結構あったんですよ、うんうん、なんでこうつまんないからなんでだろうなと思って、うんうん、そうか、質問したくなるようにすればいいんだよ。こっちが一方的に1分か60秒間バーって喋っても向こうは何も聞いてないな、うんうんうん、なんでなんかこう引っかかりワードを2個ぐらい作っておいて、うん、はいはい、それってどういうことっていうふうに質問させると。で、人間質問したことって覚えてるんですよ、うんうんうん、だからすごい記憶に入りやすいというか、一回こう蓋が開くんですよね、うんうん、質問するとそれだからシュッスッと入ってくるっていうので、こうあえて質問させるワードを2個2箇所ぐらい作っておいて、うん、意図的に質問させてました。なるほどね。それも経験上です。それは分かる、分かる、分かる。エラも多分やってた、やってた。フックですよね、フックですよね。フックをつけるんですよね、こうしっかり。でそこに誘導して、誘導しました、はい、落とした。ああ、もういらっしゃいと。いらっしゃいませ分かって、はい、で自分が、まあ、話したいエピソード、自分が伝えたい自分の強みをそこからお届けすると、はい、うん、なんで失敗する人は最初の60秒間とかでこうわーっていう風にこう詰め込みたいだけ詰め込んじゃうんですけど、うん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 、やっぱりキャッチボールをしないと相手は覚えてくれないなっていうのがすごく経験則でそれは導き出されました、うんうん、大事だねこれできないと結構きついね、キャッチボールを、うん、相手が求めてないことを喋っても全然記憶に覚えてもらえない、なんかこう、はい、面接官は疲れてるんだよ、朝から晩までずっとやっていて、うん、聞いたりとかして、うん、あ、そうなんですね、みたいな、疲れてるんだで疲れてる、飯食った後眠いんだよとか、眠いんだ、と思ってメモったりとか、はいはいはい、なるほど。実際そう、朝9時から本当夜5時まで、9時5時でずっとやってるらしくて、うん、で1時間もう昼休憩があって、昼休憩後は眠いみたいな、うん、で1日で 2,30 人見るっていう、でその中で5人ぐらい通すって聞いてるんで、なるほどね、みたいな、そうなんだみたいな、はい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 、じゃあ例えば昼明けの面接官の時はこの人眠いんだなと思って臨むわけですね。そうです、そうです。だからちょっと声を張り目でいこうかなとか常に張り目だと思う確かに、まあまあまあ、あとはやっぱ朝一で行きました、はい、僕は基本はやっぱ朝一のフレッシュな状態で行った方が向こうはまだ体力があるんで覚えてもらえるかなと思って、面接は全部朝、もう最速で全部行ってました。それはポイントかもしれないですね、結構確かに。夕方は疲れてるんでマジで何も聞いてないです、本当に何も右から入って左から出るみたいな、うんうん、ちなみに今もう面接の話に入ってますけど、はい、その前段階で ES 出した後にグループディスカッションとか、はいはいはい、あるいはそのテストセンター受けるみたいなのがあった、はいはいはい、僕らの時はまず ES を提出した後に、はい、今はテストセンターなんですけど、僕らの時はテストセンターじゃではなくて、うん、横浜の会場に行って、うん、用意読んで筆記試験を受ける、うん、試験した。それ今変わってテストセンターになってるんですけど、うん、まあその筆記はまさに算数、まあ言語非言語っていうやつですね、うんうんうん、それをやって通って、その次が面接でした。あ、なるほど、はい、で面接はが、10分間の面接が2回、2回、1対1、うん、1対1、はい、が2回連続でありますと、はい、で1人目はオーソドックスな質問、はい、過去何頑張ってきましたかっていうと、うん、今持ってる強みと、うん、将来何がやりたいかっていうオーソドックスな部分、はい、でもう1人がアイデア勝負の方で、その世の中に流行りを生み出すためにどうしたらいいですかっていう方を、うん、だけを聞いてくる。なるほど、ね、で半々評価が半々で、っていうのがありました。で2人に認められて、両方認められないと次が通らないなるほど、それ結構業界の特性なんですかね、箱ほどの特性なんですか。ただ今も変わってるかもしれないですね、うんうんうん、僕らの時はって話なんで、これがこの形式が数年間続いたんですけど、今はもしかしたら変わってるかもしれないです、うん、そしたらその面接突破した後は2時3時、その次が、グループディスカッション、グループディスです、8人1組ぐらいで、はい、僕らの時はディベートと
グループワークがあって、はい、ディベートは半分で完全に切って、うん、テーマは各班にごとに違うんですけど、例えば英語教育の義務化に対して賛成か反対か、うんうん、で途中で、30分ぐらいしたら完全に入れ替える、うん、で論理性を見る、うん、なるほどね、頭の良さを見る。でその後にグループワークで小学生に効率よく英語を学んでもらうための仕組み作りとかアイディアについてグループで話し合う、うん、でアイデア出して最後プレゼンテーションするっていう仕組みでした。それで終わりです。それは何を見られてるんですか？僕が思ったのは、うん、やっぱり気配りの部分かなってすごい思って、例えばチーム全体で勝つことを目的としてる人がやっぱ通るのかなと思って、喋、うんうん、ってない人がいたら喋ってない人に振るのと、うんうんうん、全体像を管理して時間を逆算してあげる。で、はいはい、全体で40分間しかないから最初の5分ではこうやって10分ではこうやってっていうふうなことを全体を見て冷静に判断してます。うん、なるほどね。あともう一個、そうだ、テクニックとして、うん、僕は最初にタイムキーパーやりますっていうふうに毎回言ってたんですよ、はい、タイムキーパーやりますって言うとタイムキーパーなんか地味そうじゃないですか、うんうん、地味そうなんだけど実はタイムキーパーと言いつつも全体像を把握する人をやってたんですよ。全部の時間を配分していつまで何が必要でいつまで何が必要でっていう、うん、はいはい、リーダーやりますとかまとめ役やりますとかプレゼン役やりますとか言うとなんか印象悪いじゃないですか、なんか前ですぎる、なんかお前前ですなるほどね。っていうので印象よく全体像を把握してで割り振りをしてっていうことをしてました。確かにいやらしさなくマネジメントできるようアピールができるっていう、はい、そうです。ってことはじゃあそのディベートとグルディスで見られてるのは大きく2つかなと思って、うんうん、1つはチームで協調して物事を出していられるか、チームで成果を出せるか、うんうん、でもう1つが、目的とか目標思考で全体をきちんとマネジメントできるか、はいはい、っていうところですかね。そうです、うんうん、トップ就活チャンネル。なるほど、了解しました。でそれを、うん、大体僕の感覚だと8人中、まあ、2人ぐらいかなが通って次が最終、はいはい、で最終も倍率は2倍ぐらいですね、うん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 、で最終は、もう人事は味方になって、はい、だから枠が100ある中で候補が200人いますと、うん、人事はいい200人揃えましたよと、はい、あとは100人は役員とかの人たちが4対1ぐらいで見られ、はいはいはい、20分間ぐらいの最初のやつがあってでそれで終わり。うーん、最後は何が求められるんですか？最後はやっぱり愛嬌もあるし、あとはまあ起点が効くかどうかっていうのも多分すごい大事だなと思っていて、うん、結構用意してないような質問が無茶ぶりで来たんですよ、うん、例えば後から知ったんですけど、新聞局の局長だったの、相手が。はい、で新聞局って、まあ、要は新聞の広告枠を売ってるわけですよ。うんうん、だから常に毎日新聞触れてる人で、はい、大学生って今新聞って読まないじゃん。はい、確かに読まないですね。うんうん、僕の周り読んでないですね。で、じゃ大学生、南くんが大学生に新聞読ませるんだったら、どういうアイデアでやるって聞かれて、うんうん、おっとみたいな。わかんねえぞみたいな。めちゃめちゃ起点求められますね。どうしよう。まあ完全に用意してない質問ですよね。はいはいはい、多分全ての学生に言ってるのかなと思って、こう用意してないからこそ本音が出るのかなっていうと、うん、日頃そういうメディアのこと、普段なんか商売の道具じゃないですか、うん、商売の道具についてちゃんと考えられるような興味を持ってる人間かどうかって見られるの、はいはい、で、で僕は言われたので、もうめちゃもうその瞬間にめっちゃ考えて、はい、いや僕実は結構観察してるんですよ世の中を入り口がすごいですね最初の一つ ねハードル上げたね当時その、まあ、震災があったんです。2011年の3月に震災があって、はいはい、で最初は本当に5月とかだったと、2ヶ月後とかだったんです、うん、でその当時ってあの節電モードで、はい、電車が真っ暗だったんです。うんうんうん、全部電気も冷房も消えるみたいな、うんうん、なんで電車が真っ暗だったから紙の本とか紙の新聞ってもう読めないんです物理的に、うん、はい、でみんなスマートフォン取り出します、まあ、当時まあ本当にスマホ出たばっかりでみんな iPhone3G を触るみたいな感じだったん で、うんうん、でこれからはもう絶対スマートフォンです、うん、でスマートフォンで見る新聞っていうのを押していきたいですと、うん、で、まあ、紙のいいところはその面積で記事の重要性が分かる。面積が大きいイコール新聞社が大きく伝えたいニュースであると。そうです、うん、で面積で分かると。だからその面積が常に変化すればいいんじゃないかと。注目が集まっている、うん、記事にはこう注目、その分面積が広がる、スマホ工場の面積が広がって記事が加筆されていく。はい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 、逆に全然本当に誰からも見向きされないニュースは、まあ、どんどんちっちゃくなって、まあ、一応あるけどちっちゃくなっていくっていう、うん、その、総合なコミュニケーションの感じのした方が若者はリアルタイムで動いてる方が見えるんじゃないかっていう話をして。面白いね。めちゃめちゃ頭回ってますね。もうマジで聞きすぎじゃないですか。いやマジでやばいよく出ましたね。出たのはだから本当に電車が暗くて暑くて、はい、みんな紙の本出せてなかったのは本当に見てたんですよ、うんうんうん、たまたまね、たまたま、うんうん、その後のその面積、あと面積はあと新聞が面積、面積の大きさイコール重要だよっていうのはどっかで聞いたことあるんですよ、うん、ああ、うん、それを組み合わせた。なるほどね、既存の間と既存の間の掛け算でここで新しいアイデアを出した。
でもそれある意味やっぱり本当に求めてるものにちゃんと答えたっていう例ですね。マジで、本当にパニックになりましたね。うん、でも、稲荷さんすごいと思っちゃったし、ね、普通に。その瞬間にもう終わったと思って、だから僕本当に面接終わった後、1階に降りた時に泣いたんですよ。もう無理だと思って。うんうんうん、落ちた。絶対落ちたと思って。で、人事の人にも、ごめんなさい、本当にダメでした。うんうん、僕は本当にビルで泣きました、ね。本当お世話になりましたってメール送ったんですよ。マジで。じゃあその人事の人はもう通ってるの知ってて、はいはい、なんでこいつ泣いてるんだろうっていうふうに。面白い。わかりました。でも今は、ね、結構変わってるかもしれないですね。そのグループワーク。まあそうですね。今、形式が変わってるみたいですね。うんうん、でも最終面接で起点を求められるような人は、まあ、多分それは今は起きると思います。もしかしたら。まあ要は用意してない素の自分を見たいっていう思いがあると思うので、まあ、常日頃からその会社の業界のことに興味を持って、うんうん、テレビのことを観察してみるとか、うん、人がスマホで何触ってるか、何見てるかとかを観察してみるとか。友人の流行りの状況を聞いてみるとかっていう感度の高さが大事なのかなって、うんうんうん、思いますね。今の話を聞くと、はい、分かりました。というわけでじゃあサスケさん本日総評いただくとどんな感じでしょうか。はい、今日の総評はですね、南さん通じてもう分かると思うんですけども、はい、相手の立場に立つ、これです。そう、もう圧倒的にアクションしてましたね。OB訪問100人とか、はい、面接の時も常に相手がこの何を考えてるのか、はい、お腹がいっぱいなのか疲れてるのか、結構自己分析した学生ってやっぱりやっぱ自分自分になっちゃう部分があるんですけども、結局評価するのは相手なんで、やっぱもう一個ワンランク上に上がるためには結局この人に好かれるためにはどうしたらいいんだろうとか、どこをさせばいいんだろうっていうのを意識する視点っていうのは非常に大事なので、帯訪問とかでそういった経験積むっていうのはものすごくいいかなと僕も思います。はい、はい、ありがとうございます。本当そうですね。こいつと一緒に働きたいかと思わせられる個人になるためには、まあ、そのヒューマンスキルを磨くのももちろんだけれども、うん、その業界知識とかもしっかり掴みにいってるっていうのが皆さん仲良かったんですよ、ね、ありがとうございます。わかりました。というわけで本日も最後までありがとうございました。ありがとうございます。また次回お会いしましょう。 See you next time. バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございます。今日の一問はこちら。チャンネル登録、ベルマークのクリックもよろしくお願いします。概要欄には最新情報が得られる LINE アットの URL も置いておきますので、ぜひフォローしてください。また Twitter のフォローもお忘れなく。ご視聴いただきありがとうございました。